じゃあ今日の表現はもうこの2つですね。まあ、皆さんこれ、what って過去形になったか分かりますよね。何ですか what? 買ったっていうのは買った来るで向こうで行ってきましたとか。あ、逆でしたね。買ったは行った。買ったが行った。what が来た。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 ね、じゃあ、下の方、じゃあ、ヨギってのはここ。はい。じゃあ、チョギってのは あそこ。そうですね。ええ、うん。で、それで、この面白いのがですね、この割った、まあこれ D がなくてもいいんですよ、D がなくても実は。割った、買ったっていうんですけども、これは、まあ、予想つきますよね、予想。どういう意味ですか？行ったり来たり。そう、行ったり来たりでしょ？日本語で行ったり来たり。しかし、韓国では来たり行ったりなんですよ。来たり。逆になってる。来たり。じゃあ、こちらの方、じゃあ、これはこことあそこでしょ？日本ではここあそこって言います？あそこここあそこここって言いますよね。でも韓国ではここあそこって言うんですよね。っていう感じで逆なってるって。その辺がね、これ面白いなと思って。微妙にこれ逆なってるとか面白いですよね。はい。そしてもう一つこのこれ D っていうね、本当はこの割った買っただけでいいんですよこれ。本当はね。だから D がつくかというと、これは一説によると日本語とのちゃんぽんだった話なんですよ。日本語で行ったり来たりっていうじゃないですか。でこれちゃんぽんになって D がついたんじゃないかっていう話があるんですよ。面白いでしょこれ。まあ、とにかくこの日本とは行ったり来たりでも僕は来たり、あ、いや、来たり行ったりと、それに逆なってるっていうね、その微妙にこの表現が違ってるというそういう感じですね。まあ、これを間違えないようにしないといけないかなと思っています。うん。